こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、初の広角レンズとなっております、ライカのですね、 M 型の初の広角レンズとなっておりますズマロンの 35mm f3.5 ですね。はい、はい、比較的リーズナブルな価格で手に入る広角レンズですので、かなり人気がありますね。写りも非常に評価の高いものがあります。ズマロンの 35mmF3.5 シリアルが1360092ですので、ですね、1956年ですねのズマロンということになりますね。ですね、ライカの M 型が発売されて、M3 がですね、発売されて間もなくの 35mm なんですけれども、おそらくですね、これは、M3 とか M2 とかにですね、M3 には35mm の視野枠、ブライトフレームが装備されておりませんでしたので、50mm の、ブライトフレームが表示されるんですけれども、こちらもですね、おそらく M2 とかにですね、装着しても、50mm の視野枠が表示されるタイプのレンズですね。はい。ということで、外観から見ていきますね。外観はご覧の通り非常に綺麗な状態ですね。はい、擦り傷、当たりへこみなどは見当たらないですね。はい。マウント部も非常に綺麗です。フロントも綺麗。はい。落として歪んだりとか、ガタがあったりしませんね。レンズも前玉、後ろ玉ともに、擦り傷や引っかき傷、コーティングの剥離もなく、大変綺麗ですね。前玉にはですね、ちょっとビデオとか見にくいと思うんですけれども、薄いですね、青紫のコーティングが施されております。中玉にも曇りカビや、バルサム切れ、見当たらないですね。はい。絞りも、はい、油の乗りや、羽の痛み、なく滑らかに動作してますね。はい、はい、ピントヘリ動いても非常に滑らかに最初から最後まで動いてまして、はい、グリス切れやグリスの固着などありませんね。 M ゲインのロックもきっちりと効いております。はい、付属品がリアキャップとこちらの、まあ、社外品ですけれどもフロントキャップですね。はい、こちらもセットになっております。はい、でもって本個体ですけれども、熊本の中村工学様にて整備調整を施していただいております。レンズ絞りヘリコイド、グリスアップピントの調整ですね、全てにおいて分解調整を分解清掃と調整を施していただいております。はい、ということで、大変いい状態の、整備調整済みのズマロン 35mmF3.5、はい、M マウント、青紫コーティングのレンズになっております。はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。